今回は7月17日より開催中の戦国コラボからチョイスカフェのブチカを紹介。スペックは3個スキルで武力筋知力8高能で2個計略を持つ典型装剣から、コストアップして知力を上げただけやから数値評価は正直かなり低め。計略は地球で武力プラス9、知力プラス5、速度プラス100に陣馬効果が 7.5 ポイント。効果終了時に撤退する三国志大戦で道卓が持っていた計略に近い効果。計略中に仕組みがたまらないから推進とコンボするには四季流派の必須なのはマイナス。勢力やスペック、計略的に典型尊厳と比較するのは避けられない証明で、速度上昇や知力上昇があることによる決定力の高さを評価して採用する感じになるかな。戦機の画像方式と合わせても面白いかも。これが国を守るということだ。どうするかな。砦を灰にしてやれ。もはや水ゆかず。犬が星を拝んでどうする。長寿様、許してください。どんな苦難があろうとも流派発動。三の方発動。二の方ここは手前が私はあなたを守る。これが国を守るということだ。嘘つき。いやー長寿様、許してください。いやが星を拝んでどうする。少々強気に行かないといけない芸術さやから、ここは攻めのムーブを投じに行く。いやー流派発動。二の方我が義地は死守にあらず。我の命図は勝利なり。遊んであげるよ。
この地は死地にあらず。電気解放。流派発動。一の方。嘘つき。犬が星を拝んでどうする。どんな苦難があろうとも行かないで。殿のおそばに。燃やせ燃やせ。今回は2試合やるね。お前では王は務まらぬ。つまらないわ。顔を出て。行くぞ。進め。気が不十分だったか。騒ぎ立てるな。もはや水ゆかず。私はあなたを守る。俺が行く。ここは手前が。おう。行くぞ。おう。進め。流派1か、ヘカサで式あふれ処理して流派3か迷ったけど、相手に主戦を打たれることを想定してこちらもミカサで白兵補強することを選択。が不十分だ。進め。寝てないとダメか。進め。
我が天命、幻で終わらせるわけにはいかぬ。流派発動。一の方、騒ぎ立てるな。式に関わる。あとを任せたぞ。ジオ、すまない。つまらないわ。ここは平雲でのカウンターを警戒して撤収。式有利を取れたから無理せず確実にオーラス決着を狙うよ。俺が行く。立ち向かえ。これが国を守るということだ。天気天命、幻で終わらせるわけにはいかぬ。攻めよ。我が義地は死守にあらず。我の命図は勝利なり。魔術だ。式が不十分だったか。ジオ、すまない。進め。寝てないとダメか。ここで相手が戦機撃ってないなら再起確定だから、聖剣も倒させてください。あとを任せた。流派発動。二の方、勝てば生きる、戦わなければ勝てない。流派発動。三の方、つまらないな。剣だから意味があるのだ。これが俺の打てる最後の手だ。もはや全ては救えない。騒ぎ立てるな。式に関わる。もはや吸い行かず。行かないで。ご視聴ありがとうございました。